こんにちは。今回は可愛いお花を紹介します。こちらの1色だけで編んであるお花と2色で編んだお花があります。今回はこちらの2色で編む花の編み方を紹介します。編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始め、1段目は鎖編み1目を編んで輪の中に細編みを10目編み入れます。2段目はそこに花びらを5枚つけてお花を作ります。では最初に輪の作り目から細編みを編みます。鎖編みを5目編んで輪の作り目を作ります。鎖編みはここから5目の鎖編みを編みました。最初の鎖編みに引き抜き編みをして鎖編み5目の輪の作り目ができました。この輪の中に細編みを10目編みます。鎖編み1目を編んで輪の中に細編みを編みます。糸端は一緒に編み込んでいきます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みができました。輪の中に全部で10個の細編みを編みます。これで5目ができました。6、7、8、9、10、10個の細編みができました。糸端は後ろに回しておきます。1段目は最初の細編みの頭に引き抜きます。ここが最初の細編みの頭です。ここは立ち上がりの鎖編みですので、最初の細編みの頭はここです。ここに引き抜き編みをして1段目を閉じますが、その時にこの糸ではなく花びらの糸に取り替えます。こちらのブルーの糸に引き抜き編みをする時に糸を変えます。少し糸を残してこの位置で引き抜き編みをこのブルーの糸にします。そしてこの黄色の糸はギュッと小さめに引いて、あとはもう使えませんので邪魔になりますので、ここでとじ針で糸始末する分だけの長さを残して切ります。次はここから花びらを編みます。編み図で説明します。花びらは今ここで引き抜き編みをしました。細編みを1目編みますので、鎖編み1目を編んでから引き抜いた細編みの頭に細編みを1目編みます。次は隣の細編みの頭に花びらを編みます。細編みをここで1目編んだら鎖編みを1目編み、隣の細編みに長編みを3目編み入れます。鎖編み1目を編んで、次は細編みを次の細編みに編みます。これを繰り返します。次の細編みにまた鎖編み、長編み3目、鎖編みを編んで、次の細編みに細編みを編みます。花びらを5枚編みます。鎖編みを1目編んで、この糸端はこの時一緒に編み込みながら行きます。次は細編みです。今鎖編みを編んだ根元のところに
細編みを一目編みます。この糸はしっかり引いておくとここの編み目がきれいになります。次は細編みの後は鎖編み一目を編んでから隣の細編みの頭です。この細編みの頭に糸端を編み込みながら長編みを編みます。長編みは針に糸をかけて次の細編みに針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みが一目できました。同じところにあと2回長編みを編み入れます。細編み1目に3目の長編みが編めました。次は鎖編み1目を編んでから今編んだ細編みの次の細編みの頭に細編みを編みます。これで花びらが1つできました。同じように編んでいきます。次も鎖編み1目を編んでから長編みを今編んだ細編みの次の細編みの頭に長編みを3目編み入れます。長編み3目ができました。鎖編み1目を編んで次の細編みに細編みを編みます。これで花びらが2つできました。同じように3枚目の花びらを作ります。鎖編み1目を編んでから隣の細編みの頭に長編みを3目編み入れます。次は鎖編み1目を編んで次の隣の細編みに細編みを編みます。これで花びら3枚ができました。同じように鎖編み1目を編んでから次の細編みの頭に長編みを3目編みます。鎖編み1目を編んで次の細編みに細編みを編みます。次は最後の5枚目の花びらです。鎖編み1目を編んで長編みを次の細編みの頭に3目の長編みを編みます。次は鎖編み1目を編んで最初の細編みの頭に引き抜きます。これで花びら5枚のお花ができました。あとはとじ針で糸始末をします。糸始末する分の長さを残して切ります。とじ針に糸を通して今編んだ細編みの引き抜き編みをしたここに針を入れて後ろに回しても構いませんが、今回はこのお花の中心の黄色いところがありますので、黄色の最後に編み終わった糸はこの糸です。今引いたここを一回引き締めておいてからこの細編みの足に沿った細編みの根元のところに糸を入れると、ここ最後のこの部分がきれいになります。後ろに回した糸は
すぐそばで一回糸を通して、それから後ろの目立たないところをとじ針で通します。これで切ってしまって大丈夫です。こちらは一周ぐるっと編み込んできましたので、これはここで切ってしまっても大丈夫です。こちらが花びらになるときに糸を変えたところですから、とじ針に糸を通して、ここは緩んでこないようにしたいので、よく引いたらすぐそばのところに一回入れて、それから後ろの目立たないところを通してください。これでほつれてきません。あとは糸を切ります。花びらの形を整えて、5枚の花びらが可愛いお花ができました。色違いや無地などいろいろ変化させて楽しんでください。花びら5枚の可愛いお花を紹介しました。